こちら、それぞれ中本先生がですね、YouTube を開設されて、初めて投稿してから約3週間が経っております。で、その3週間が経つ中で、みさん動画は2本、中本先生が配信されております。で、今日はその2本目を拝見してですね、ああ、やっぱりちょっとこれは言っとかなきゃ、と思うところ、まあ、そらの富田先生からの発言ですね、そこから感じ取れましたので、行ってみたいと思います。で、この中根チャンネルのその2つ目の動画の最後の方ですかね。まあ話の内容は富田先生の授業ですね。まあそれは非常に真似しやすい。で、今、現役で活躍されてる英語の先生。まあ私も含めてですね、富田先生の影響を強く受けた方々ですね。まあ非常に多いんじゃないか。で、それに関して富田先生はどうお考えですか？まあそういう流れで富田先生が発言されるんですね。で、このホワイトボード一番左側の上に書きましたが、まあ完全コピー。まあ私も完全コピーをしてですね、モノマネさせていただいたんですが、まあ最初はいいんですね。まあどの先生方も最初は肩がないので、まずは富田先生のモノマネから入ると。ただそれに対して富田先生はやっぱ所詮借り物であると、まあそれをずっとやっていてもですね、まあそれ以上にはならないですよねとおっしゃってから、やっぱり使えるものにする必要性があるんじゃないか、まあ、つまり自分のものですね、そうおっしゃっていました。で、それはですね、当時の私、まあ、大学生の時から、まあ、人にものを教える仕事をしてるんですが、やっぱり富田先生のモノマネをずっとしているとですね、ある時どっかで壁にぶち当たるんですね。で、それは皆さん二つ目の問題で、長文どっかの授業の時にちょっと困るんですね。で、私が大学生の時はですね、早稲田塾、まあ、首都圏在住の方は皆さん聞いたことあるかと思います。で、首都圏以外の方、早稲田塾って初耳ですっていう方、当時は違うんです。今は東進ハイスクールの傘下に入っております。で、現役高校生専門の塾なんですね。私はそこで大学3年生の時にお世話になってですね、まあ初年度は長文の授業は全くなかったんですが、翌年って2年目になってくるとですね、やっぱ長文どっかの授業、まあ先生それもお願いしますってやっぱ言われるんですよね。まあ非常にありがたいお話なんですが、で、当時はまだ富田先生のモノマネから出していない時でしてですね、同じ形の繰り返し、同じ形で反復を軸に授業を展開。というか、引き出しが当時私はこれしかないので、もうこれで行くしかないんですね。私が生徒としてですね、富田先生の授業を受けてた時に味わった感動、それを当時の生徒さん、私の生徒さんにこうやって与えることはできるんですが、過去一番、全てに当てはまるわけではない。まあ、つまり、同じ形の反復に気づかなくても解けちゃう問題とか、まあ、当たり前といえば当たり前なんですが、全てきれいに解けるわけではないんですね。ただ私が富田先生の授業を受けて得た感動、まあ、それを生徒に伝えたいと思うので、まあ、なんとかこれを使って解こうとするんですが、まあ、うまくいかない時もあるんですね。そして、過去には、まあ、気づくのに時間がかかる。まあ、富田先生の授業を見てるとですね、おー、すげえなと思うんですが、まあ、現実自分がやるとですね、もうなかなか気づかないですね。まあ、例えば、長文とかの授業が90分だとして、その授業の予習をするにやっぱり倍ぐらい、3時間ぐらいかかるんですね。ですから、あまり効率が良くない。そして、教えてる本人が気づくのに時間かかるわけですから、まあ、生徒さんは、まあ、そりゃ気づきにくいですよね。そして、かっこさま、まあ、これはもう教え始めてよく分かったことなんですが、まあ、速読に対するニーズ。まあ、先生、早く読めるようになりたいです。まあ、裏を返せば早く解けるようになりたいです。まあ、これに応えることがやっぱちょっと当時はできなかったんですね。ですから、早稲田塾での、まあ、当時のですね、大学生の時の授業。まあ、その後、社会人1年目、社会人2年目の時にも早稲田塾にお世話になるんですが、まあ、ずっとこれをやっていくわけにはいかない。ですから、なるべくこの括弧1番ですね。すべてに当てはまるような読解法。で、括弧2番、生徒さん自身がすぐに自分で気づける。そして、括弧3番、早く読めたり、早く解けたりする。そういう方法を身につける必要性があるんですね。ですから、その下、試行錯誤覚悟が始まります。まずは括弧1番パラグラフリーディング。で、おそらく当時はですね、皆さん単語の著者中澤先生ご存知ですかね。その中澤先生のご著書で皆さん勉強しました。まあ、あるいはですね、ひょっとしたら河合塾さんがですね、まあ、その当時パラグラフリーディングのストラテジー、そういう書籍を出していたんじゃないかって感じがいたします。まあ、それを読んでちょっと授業で試してみるんですね。ただパラグラフリーディングという名前がついている以上、まあ、読み方の話なので、私が当時求めていた解き方にちょっと繋がらないんですね。ですから、その後は括弧2番ロジカルリーディング、そうです、横山先生がロジカルリーディングの実況中継、そういう書籍を出された頃だったんじゃないかなって感じがいたします。で、これも拝読してですね、実際に授業でやってみるんですね。で、確かにこの速読につながりそうな感じはしたんですが、まあ、括弧1番のように、まあ、すべてに当てはまるかっていうとちょっと、で、その後括弧3番。情報構造。で、おそらくこれはですね、当時、やっぱりヨゼミの佐々木先生。で、佐々木先生が、まず最初に授業で始められて、で、その後、西教授先生が追随したんじゃないかなと。ただ、書籍が出る順番は、まず西先生。で、その後、佐々木先生。そういう順番で書籍が出されたかと思います。もちろん、私も拝読するんですが、これは文と文とのつながりをしっかり見ていく。そういう方法に当時はちょっと思えたので、この括弧さんは速読にはちょっと、っていう感じになっちゃいました。で、こういう試行錯誤から約5年、私が家庭教師を始めた1996年、そこから5年後に転機が訪れるんですね。当時2001年の慶応義塾大学経済学部の長文読解、これの予習をしている時でした。
で、この2001年ってのは私がヨゼミの大学受験科講師として1年目早稲田塾の教壇に立って 4,5 年ぐらい経った時です。その早稲田塾の授業でこの慶応の問題、まあ、それを扱うことがもう決まっておりましたので予習をしようと。ただ当時自分にとってちょっと難しかったんですね。で、何が難しいかというとですね、皆さん板書をどのようにして書くのか、で、当時イメージが湧くように、まあ、裏紙なんかにですね、板書をどうやって書くのかっていうのをこう書き出してみたわけです。で、そうするとですね、あれこれバットを含んでる文章中に答えがあるな、あれこれハメバーを含んでる文章中にヒントあるな。そうです。ほぼ全ての問題にですね、バットとかハウエバーとか前後は反対、つまり対比が絡んでる文章中にヒントがあるんですよね。で、当時はちょっとそれが自分の中でも衝撃でしてですね、まあ、そんなうまい話が続くのか、まあ、半信半疑で授業をやっていくんですが、1ヶ月経っても例外が出てこない、2ヶ月経っても例外が出てこない、で、3ヶ月ぐらい経った後、まあ、自分の中ではほとんど例外がない読解法だ、つまりほぼ全ての長文読解に当てはまる、そして私だけでなくて生徒さんも気づきやすい、で、なおかつ速読速解にもつながるぞと思って20年経った今でも対比を軸に教えております。で、2001年以降もですね、このパラグラフリーディングとかロジカルリーディングとかいろんな書籍を手当たり次第読んでみてですね、で、授業で試したりするんですが、やっぱりこのカッコ1、カッコ2、カッコ3のどれかが破綻するんですね。で、幸い対比の方は破綻しない。そうです。ここで初めて借り物ではなくなったんですね。で、実際今私のライブの授業ではこの対比を軸にやってるんですが、まあ YouTube、まあ2019年からこの高校英語、それやってるんですが、じゃあこの読解の方法、対比でいくのか、もしくはこれらの方法でいくのか、まあ視聴者の皆さんがどういう反応をするのかは、まあやってみないとわからないので、少し癖の強いものをちょっと投げてみたんですが、まあひょっとしたら毛嫌いする方もいらっしゃるんじゃないかと思ってそっと投げたらですね、まあそんなに強い反発があったわけじゃないんですが、なんとなく空気感でですね、あ、多分ちょっと求められてない、お望みではないと分かったので、2019年の途中から癖がないような読解法に変えました。で、その2019年の途中から考えてることは、つまり YouTube で動画を配信するにあたって最優先事項、もうシンプルに分かりやすい動画を作ろう。おー、すげえ、先生感動という動画よりかは、ふーん。の方が不特定多数に向けて発信する YouTube ではいいんじゃないかなというふうに考えております。で、中本先生も Twitter でよく発信されるんですが、まあ、最高の普通を目指そう。で、現在展開しているのが言い換えを意識しながら皆さん問題解きましょうね。で、その時に対比の視点があると皆さん問題の答え出しやすいですよという観点からお話をさせていただいております。ですので振り返ってみると、この完全コピーのところからこの YouTube のところまで、まあ、約25年の月日が流れてるんですが、最初は借り物、完全コピーで初めていいと思うんですね。で、そこから自分らしさなんか出せないか、オリジナルものを生み出したいと思って継続してると、転機がやっぱり訪れるんですね。ですから途中でやめなくてよかったと思います。ですので今日の一言、継続は力なり。ありがとうございました。